ぱりこういう格上の相手とやるときに、もうラリー戦無理だってなって、もう無謀なプレーをして突撃っていう風に、多分僕だけじゃなくて見てる人も多分そういう風になるんじゃないかなっていう感じなんだけど、やっぱりあそこは無理に攻めていくんじゃなくて、まあしっかりラリーした方がいい。そうだね、やっぱり、テンポ感が早かったりエース取られるから、じゃあ先にって考えもありだけど、やっぱりそれをしちゃうと、ね、今日の最後みたいにズネズネみたいな感じだから、まず相手をラリーをする、ただ返すだけじゃダメだから、少しテンポを下げて、ポジションを下げて、しっかり強いボールが打てるっていうボールを目指してあげると、ちょっと落ち着くよね。もちろんテンポ上げれば相手も、ね、テンポを奪えるかもしれないけど、逆に自分のテンポも奪われてるから、自分が構えるために1回ペースを落としてあげるっていうのも絶対攻めるために必要なショットだから、やっぱりもう食らいついていくしかないんじゃないか。そうだね、まあ、攻めるためにポジションを下げる。俺なんかもだから攻めたいけど、結局カウンターをね、やっぱりオムニコートだと食らいやすいから、少しポジションを下げていいボールがいったら攻めるっていう。もうでダメだったらちょっとポジション下げる、はいはい、やっぱりうまくステップ出し入れしてあげないと、まあ相手との時間を作りたい、一番は自分が構える時間を作りたい、はい、じゃあ俺がパッと構えたら動き止まるし、そうってことは相手の時間もまた変化ができるし、また違った攻め方っていうのがそこで出てくるので、まあ慌ててやって、まあね、ここまで高速テニスをされるとね、